皆さんどうもピーマンドです。今回は久しぶりにチャンピオンシップモードでオンライン対戦をやっていくからね。もう1ヶ月以上ちょっとオンライン対戦やってなかったですからね。大丈夫、腕はなまってないぜ。相変わらず CP 対戦で月打ちまくってますから、健在ですよ。そしてね、今回このオンライン対戦で使用するチームはね、この12球団勝利別記録っていうものが見れるんだけど、その中で一番今勝率の低いチームはね、阪神なんだよね。4割5分ですから、阪神って結構いい選手が多いようなイメージがねあるんですけども、今このオンライン対戦で使われてるチームの中では一番敗北してて勝率も4割5分なので、今回はちょっと勝率が一番低い阪神をね使用してやっていきたいと思います。巨人ファンの俺がね。第23回パワープロ杯のルールを確認していきましょう。イニングは6回までですね。で、延長はなし、コールドは5点、天候は晴れ固定、怪我なし、スタミナ消費あり。で、対象チームは公式のプロ野球の12球団のチームというのがこのパワープロ杯の、ルールとなってますのでね。よっしゃ、じゃあ早速1戦目やっていきますよ。お、横浜か。で、ランクは333位ですからね、結構高めじゃないですか。お、横浜もでも勝率結構低かったよね、さっき確認したら、ピッチャーね、メッセンジャーでいこうかな。藤波はどうしようか。いいか。あ、そう、ミート打ち使用率が高い相手なのね。オッケーオッケー。で、打つのどうしようかな。俺あまり阪神ファンじゃないんで、何使えばいいかっていうの分かんないんだけど、この辺ね。まあもうベストオーダー通りで使えばいいんじゃないですか、これね。もうロジャースとかいませんけどね。いや、梅野の方が良さそうだな、この辺は。梅野だね。よっしゃ、ベストオーダーはこんな感じ。よっしゃ、これで挑むよ。阪神ファンじゃないんで、どういうベストオーダーを組めばいいか分からんが、まあ、そのまんまでね。今、公式登録されてるままのベストオーダーでいきましょう。あー、広い球場での対決か。ここだとなかなかホームランも狙えないからね。チェンジアップ初球から来るね。わー。うわ、もう全部インハイじゃないですか。おい、打ったぞ。バカにすんじゃねえ。アウトだ。ダッサ。情けねえな。これもチェンジアップ。俺の弱点を知ってるかのようなチェンジアップで投げてきてるけどね。緩い球ばっかだわ。いや、俺一番打ちづらいとしてるピッチャーだよこれね。ほら、全力もこうやってくるからね。織り交ぜてくるな、これも。いや、今のストライクなはずだから打ちに行かないとダメなんだよね。あの辺狙われるときついわ。ちょっと強振で、いや、福留はパワーがあるよ。もう全力次々投げてくるね。おいで、どうだ。わー、これはアウトだ。うまく捉えたんだけどね。初回は簡単にポンポン終わっちゃったな。いや、まあこれ試合がね5イニングまでですから、もう全力とかいろいろ対応していいんだよ、中継ぎも使ってね。わー、おいきなりヒット。まずいかもしれない。早い。おい、あ、はい、カモカモカモ、アウト。イエース、狙ってたんで、絶対来ると思った。いやいやいや、もう過去オンライン対戦してるから分かるんだよ、めっちゃね、こうやって盗塁してくんのはね。冷静にやるべきだよ、あの真ん中に挟んだ時は特にね。アイビックプレイ、ヤマト、さすがだ。来年どこでも取ってくれるよ。FA するみたいな噂がありますけどね。前進前進前進。この男の守備はやばい。させない方がいいんじゃないか。ね。完璧に抑えた。完璧なのかな。ヒット打たれたけどね。さあ、ロジャースかも。やっぱこのチェンジアップ打たないことにはね、無理だな。ピンが入らないね。ゆるい球オンパレードでこの後スライダー。打てるわけねえよ、こんな。完全に俺の苦手なパターンの攻め方してきてんだ。うわ、どっちかといえばボールだろ今の。マジで、あれストライク判定厳しくない？これもストライクかい。きついな。よっしゃ、ヒットヒット。あー、抜けない。どっちかといえばボールの球ストライク取りまくってんだからね、勘弁してもらいたいよ。どっちかといえばだけどね。どうした、なぜ投げてこない。第2球を投げた。間を持たされてチェンジアップ見事に打ってアウトになる。相手の計算通りだね。なかなかありがたいよ俺みたいなバッターはね。理想通り抑えられるんだから。
何でも振ってくるな。初球からブンブン振ってくるよね。もっとボール球投げた方がいいかな。いやいや、さっきからね、見てる感じでは何でも振ってきてる感じがするよ。ほらね、我慢できないタイプの人かな。俺以上に結構早打ちだよ。いやでも見てきたわ。打てるから、打てる自信があるから打ってきてたんだね。ほら自信ヒットになってるしね。あーもう最悪だな。送りバントとかでは来ないね。クリーンアップだしね。あいげつバントした方が良かったんちゃいまっかな。レッドゴー、完璧。いいわ、やっぱメッセンジャー使いやすいよ。問題は点が入りそうないところだ。よし来た、エース1本いただきました。ゴッツァンドエース、レッツゴー。最近取っていくぞ。ノー、バントでよかったなと思うけど、まあ梅のパワーあるしね、無理だな。さあメッセンジャー DA じゃないですからね。当然セリーグ同士の対決ですから。メッセンジャーで一撃狙うよ。俺はペナントシリーズでメッセンジャーで一撃打ってんだぜ。あ、まああれは地方球場でしたけどね。ほら、どうだ、アウトだー。ひどっ。さあ糸井、せっかく一本ねきっかけを作ったんだから、こうやって繋いでいかないとね。よしよし、いいぞいいぞ。2アウトランダー1塁2塁、ワンヒットでこれね点が入る展開じゃないですか。大和の足考えたら、まあ、そのワンヒットも出ないんですけどね。あー、アウト。今なんでセカンド投げようとしたんだろうね。2アウトだから無茶しなくていいと思うんだけど、あれセカンド投げてくれてたらセーフになってたわ。ファーストもね。うーん、キャッチャーの頭上、ほらいいわ。はっ、練習足りないどころの騒ぎじゃねえだろ今の。オーマイガー、マジでこれ。いやいや、お前久々のプレイでこんなエラーで負けてみ、傷つくよ。やめちゃうよ。ふざけんじゃねえ。落とす原因何一つとしてないじゃないですか。あー、やばい、やられたよ。もうフィールダースチョイスだ。これはやられた、見事はめられたね。じっくり見てきてんじゃねえかお前、じっくり見てきてんじゃねえかよお前、マジかよ。なんでこんな見てくんのこのユーザー、ここに来て。よし、いいぞ。何でいこう、インハイストレート。あー出てくるね。お前これ押し出しも許されないからな。うーわー、これもファーストアウトが限界だな。オッケー、1点入ったのは仕方ない、取り返すしかないね。あのフィルダーチェイスが痛かったわ。確実に1つアウト取りに行けばよかった。 What？ 急に殴るなよ、びっくりするわ。てかもうあのエラーなければそもそも始まってないんだからね。ふざけんじゃねえよ、あんなんプレイヤーどうしようもないエラーだろ。俺何もしてないぞ。落下地点にいただけだけどね。久々のオンライン対戦、もしもこの1点で敗北したらもう次ないですよ。ないないない、やろうと思わない。もう CP 対戦で引きこもっとくわ、人と対決したくない。あんなことがあるんだろうね。いやいや、あんなことがあったんならこっちにも怒ってくれないと困るよ。全然怒らない。何の差なんだろうねあれ、何が起こったんだろう。ちなみに俺何もしてないですからね。うん、なんかボタン押してたとかとは違うからね。よし、キャーイ、ロジャース。で、落ちろよ。ノー、なんであんな左中間に打って取られんだよ。お前どう考えてもおかしいだろ、こっちエラーするしよ。いや、もう一発で取り返すしかないと思うんだよね。一発に期待しましょう。もうあと全部大量送ればいいと思うわ。これ以上の得点はもちろんやれないからね。5回までなんだから。こんな試合負けてたまるか。いやマジで俺これ負けたらもう次ないわ。二度とオンライン対戦しないね。この勝率の低いチームで勝率の高いチームを倒すつもりがね、こんな無様な敗北するんだから。俺が負けたことによってまたこの阪神のね球団別の勝率が下がる可能性もあるのね。下がるよ。よし、三振。いやね、このプレイヤーちょっと独特というかね、急に見始めてくるんだよね。
なんだろうねこれ、怖いんだけど。外角低めいっぱい、ここもね全く手加減してんのか何なのか知らんけどね、全く振らなくなってる。いやまあでも打ちには来てるからね。さっきまで超積極的だった人がよ、急に入れ替わったかのように見てきてるよ。何なんだこれ。うわー、これすくい上げられるか、低め攻めすぎたかな。メッセンジャーヒットを打たれます。さっきエリアンゲッツーやからね。うえー、これもかい。やばいかもねこのイニング。バントで来るか、いやなかなか決めれないでしょう。このいやでもパープルバント決めやすいからな。バントできそうな雰囲気はないね。打ってくるでしょう。セカンド踏んでパス投げろ、アウト。よーしよ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 し。ただこれ5回でなんとか点取っていかないとね。さあ鳥谷出塁の流れでよし来たぞ。オッケー、奇跡を何度も起こしてやる。あのクソみたいなエラーから始まったけどね、最終的に勝ってきたのはいつも俺だよ。待て待て待て、ちょっとだ、カモン、タイムタイム、代打誰いる。いやもうこれヤマトで OK でしょうね。ここはね、ここ次だな問題は。代打的さ、あの伊藤か高山どっちか出すか。まあでも相手左だしね、高山って左に強くないでしょ。左に強いやついないのか。大山出すのもありだな。いや最終的には大山出そうと思う。ここはヤマトで。バントはしないね、もうちょっと打ちに行く。野球で勝つ、俺はもうバントしないって公言してるから。どうだ、ほらね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 、バントじゃこれもなかったぞお前、見せてやるよお前。超素晴らしい野球をね。パワーのある梅野ですから、ここはもうちょっと一発狙いに行きましょう。次大山です、メッセンジャーのところね。まだ代打送るには早い。いいぞいいぞいいぞ、一発出れば逆転、守り勝てる。ナイスカット、カットというか打ちに行ったというかね。よーし、どうだ、そのままスタンド、フェンス直撃、まず1点返したぞこの野郎。よっしゃ、言うたるげよお前、あんなエラーで終わる俺じゃねえんだよ。ダメんじゃねえ、代打代打カモン、もう代打させろや、投げるの早えんだよ、もうふざけんじゃねえ。いやここは代打適性のある伊藤でいいでしょうね、調子もいいですし。ここはもう当てれば2点目が入るからね。カモンカモンカモン、ピッチャー変えてくるか、右 P 出してくるかな、田中。あー左キラー出してきたな、これで面倒だよ、面倒だが、まあ当てようもここは。引き分けはいらないからね、白黒つけたいんだよ。おい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 、大丈夫か、でも前大丈夫、まだワンアウトだからね。糸井で、どうだ、よいつ抜けていく、三遊間レッツゴー、逆転成功だ。言っただろ、これが俺の野球だよ。またまた奇跡の逆転劇。いや上本の代打はいらないな、あもうこのまま行きましょう。大山個人的にちょっと使いたいんだけどね、ちょっと使うタイミングがないな。わーお、デッドボール、さあランナー満塁だ。どう来るどう来る、もうピッチャー変えても遅いよ、時すでに遅しだよ。どうだこれも、はい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 、もう入ったね、完全に入りました。覚醒状態ですよ、あのエラーがこの俺を呼び寄せたね。シメアロジャースで行こうか。魔球ナックルに1球も当たらず、これひどいね。はい、でも打つわ。はい、落ちたね。レッツゴーレッツゴーレッツゴー、ホームに行きますぜ。はい、5点目、一気に勝ち試合とかしたぜ。余裕だ。大山どこで出そうかな、出すタイミングない、もう出さなくていい。わーお、それはないだろって。いやもちろんね、相手が切断した場合は勝利になるけども、いやないよそれは。久々のオンライン対戦でエラーするわ、あのね一つエラーするわ。で
この切断での勝利だわ。いや、気持ちよさはそこにはないよ。諦めちゃダメだって。俺も諦めなかったからね。こうやって勝利できたんだからね。いや、俺今パワープロやってるユーザーたちに言いて、諦めないで。ね。諦めちゃ俺のような逆転勝ちもないしね。この後、あっただろう逆転負けもなくなったからね。いや、あった可能性だってあるよ。結構打たれてたんだからね。そう、ピンチを抑えてたから結果1点で済んでただけの話でね。諦めてほしくないね。野球っていうのはもう、最終回の2アウトからっていうのはよく言われてますから。それで過去何度も勝ってきたチームもあるんだからね。今季の横浜だって、あの広島相手にね、3試合連続のサヨナラ勝ち。諦めてないからこそのあの勝利になったんだからね。絶対に諦めないで、それだけ言わしてください。諦めない気持ちがこのような劇的な勝利を生むと思うのでね。まあ一戦のみの動画となりましたがですね、まあ久々のパワープロ杯、こんな勝ち方したんだからね、今後もやっていかないとね。はいはいはい、また後日パワープロ杯のこのオンライン対戦の動画出したいと思いますので、今後も楽しんで見てくださいな。はい、じゃあここまで見てくださった皆さんありがとうございました。グググググバイ、また会おう。